はい、いきなりですが、ね、もうちょっとで作業の方どん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 進めます。何をしてるか言ったらロングヒンジです、ね、はみたい、ね、オーバーフェンダー車にもうこれは必需品じゃないですかね。このうちのこのこのね代表的な商品の一つになります。ロングヒンジです。これね、これさえつければもうね、オーバーフェンダーはみたいね、もうへっちゃらし干渉なしでね、開きます。でこうやってねカットしました。でまあもちろんこうやってね出して で今からこのヒンジを取り付けていきます。こうやってねちょっとね一人でつけれるかっていうね、こうやってねこうやってこう組みました。これも片手ですよ、片手でできるかっていうね。こうでまずこう入れます。これを入らないです。あ、こうや、ごめんなさい、逆でした。こうでした。こう入れて、で、こっちにこう持ってきます。で持ってきて、で、これ今、日中でね、こうやってね、かけてるんでね、これをこう、幅寄せて、で、いきます。ちょっと無理して、やっぱり片手では。はい、今回もね、完璧に仕上げました。ね、もう隙間もバッチリです。こんな感じで。はい、今回もね、無事終わりました、千秋社長。はい。今？今やで。いきなり来るからな、こういうのは。ね、今回もね、いろいろね、でホイールまで買ってもらいましたよ。はい。ね、ありがとうございます、これも。ありがとうございます。ロングヒンジちょっと今開けてくださいよ。ロングヒンジつけたんで。見てください、見てください。はい。いや、電動じゃないんで、手動なんで、はい、開いてください。完璧です。もうこれね、うちのホイール、ね、レバンナのホイール19インチ、9.5J、はい、もうガンガンいきますんでね、はい、これで、うん、はい、締めてください、はい、これ両方、ね、逆もお願いします。もうバッチリですよ、もう締まるのもバッチリです。もうフィッティングバッチリです。で軽いんですよね、これ、はい、これがね、うちのがね、ちょうどいいサイズっていうか長さなんで、歪みとかもないんですよね。だから軽いんですよ。重たいんかい。重かった。重いんかい、はい、っていうね、はい、はい、ということで、まあまあ多少はね、ね、あれは、あ、これでも完璧。閉まるとこもスムーズ。閉まる、スムーズ、スムーズ。もう一回上げてや。なんかもう、はい、完璧です。もう一回上げて。ちょっと硬い？はい、ほら、もう一回やって。いや普通やろ。ああ、それあれやろ、中のロックがそのこのこれカバーやろ。ちょほぼちょうな。あ、でもそれあれやな、シュッてなんかしちゃったら、油さしちゃったら多分軽くなります。さっしょきましょう、ついでにね、また、はい、はい、ということでありがとうございました。ありがとうございました、ね、ちょっと閉めていいかな。はい、閉めていいですね。こんな感じでカスタムクラブやっておりますんでね、ホイールの方、ホイールの方ちょっと見したかったんですよね。またね、はい、ちょっと 見てみます。ちょっと買ってもらったホイール、買ってもらったホイール、あ、こっちちょっと今この下にある、これ見せてください。これ、はい、これです。ありがとうございます、ね、これ購入してもらいました、ね、まだね、まだまだ在庫ありますんでね、まだまだっていうほどじゃないけど、はい、ありますんで多少なりとも。じゃあ、お願いします、はい、いつもの。何をいつものって。いや、いつものやんか。おかしいやん、何もしてないいつも。いやいや、ホイール揃えてますねって、いつでも。あ、いつでも、はい、はい、来てください、はい、ということで、はい、ありがとうございます。それではまたお会いしましょう、はい、ありがとうございます。バイバイ。